天皇陛下御在位20年記念式典が開催された国立劇場天皇陛下御在位20年記念式典は2009年11月12日に当時の日本の天皇であった秋人の在位20年を記念して開催された式典である。第125代天皇秋人が1989年に即位してから20年が経過したことから 在位20年を祝うための式典が挙行されることになった。2009年10月6日、鳩山幸男内閣の閣議決定に基づき、政府が主催する式典を開催することが決定した。同年11月12日、東京都千代田区の国立劇場にて、天皇、皇后臨席のもとに式典が開催され、三見のながら各界の代表者が出席した。なお、 開催日が11月12日とされたのは、1990年11月12日に即位礼正殿の儀が行われたことにちなんでいる。主催者である内閣を代表し、内閣総理大臣の鳩山幸男が、式典委員長として、式辞を述べた。また、三権の長である衆議院議長の横道隆弘、参議院議長の枝田沙き。 最高裁判所長官の竹崎広重が祝辞を述べた。また、閣内で副総理に位置づけられているため、内閣府特命担当大臣の神直人が開会の辞、などを担当した。式典では、新潟県知事の伊豆田博彦が、新潟県中越地震の被災者を代表して挨拶し、理科学研究所理事長の野り義春が、科学者や芸術関係者を代表して挨拶するなど、 各界を代表する人物が出席した。なお、筒光義、河本大臣、小山道恵、高島明彦、杉並児童合唱団、鮫島由美子らによって、ピアノ三重奏曲第一番などの演奏や歌が披露された。また、天皇や皇后が関心を持つ分野に、縁のある出席者として、河合淳一、中村明、池内純子、中村美里らが紹介された。 その他にも会場には数学者の藤原正彦、騎士の米長国を漫画家の小林義則ら各界の幅広い人物が招待された。式典では天皇がお言葉を述べ、自然災害による犠牲者を悼み国民の労苦をねぎらうとともに戦争の参加に触れた上で平和と繁栄を実現するには各国の協力と努力が不可欠であるとの考えを示した。 また、日本が抱える諸問題について国民の英知を集め相互に協力することで諸課題を解決してほしいとの考えを示した。ありがとうございます。